後押し、募集中です。誰も応募しねえわ。あれ僕の担当高タンパク低脂質だよね。食べられる前提の担当やめろ。というわけで皆さんこんにちは。牛丼屋では団長の思いで味噌汁を豚汁にグレードアップ。マリサちゃんだぜ。お金惜しむなや。私たちの実況もプラス200円くらいすればグレードアップしますかね。するわけねえだろ、せめて主が変わるだけだわ。200円ドブに捨てました。捨てちゃった。まだまだ寒い季節が続く今日この頃、あったかい豚汁で心も体もあったかくしたーい。ってことで今日は豚汁を作るぞ。ご飯があればそのまま主菜としてもいけるね。てかさ。さっきから豚汁って言ってるけど、豚汁じゃないの？いや、お前の周りみんなに聞いてみ？みんな豚汁って言うから。じゃあマリサは豚肉のことを豚肉って言うの？はい、僕の勝ち。なんだこいつ。じゃああなたは豚カツのことを豚カツって言うんですか？豚の活動頑張っていきます。略して豚カツ。アイカツみたいに言うな。まずはネギをかなり斜めに切るぜ。確かに豚汁のネギは斜めってるイメージあります。なんと斜めなのはネギだけじゃない、ごぼうもだ。棒状の野菜みんな斜めに切られる説。ごぼうは食物繊維が豊富で腸の働きを助けてくれるから、アランダ食生活をしている諸君は積極的に食べていこう。マリサちゃん発、栄養素や健康の部分に触れた瞬間。ただし、大根と人参はイチョウ切りな。汁物の大根は大体イチョウなイメージ。こんにゃくはスプーンでえぐるように切ることで味を染み込みやすくする。よし、これで大体のカット作業は完了だぜ。なぜか切る工程より茶番してた時間の方が長いんだよね。逆に白定期。よし、野菜を炒めるぞ。まずはごま油でごぼうから。なんかこうして見るとごぼうチップスに見えるよね。野菜チップス動画。ありだな。動画中にネタ会議やめてください。いい感じの色合いまで焼けたら、次は豚バラ肉を投入。食べやすい大きさにちぎって塩コショウで味付けな。豚カツクソバードさん塩コショウかけてあげますね。まあ多分豚カツしてなくても塩かけたら美味しいと思うしね。肉に火が通り始めてきたら全員参戦。ネギは半分だけど。DLC に回すな。そいつらもいい感じに火が通ってきたら、温泉に浸からせてあげないとね。温泉、かっこ沸騰温度。お水を入れて、こんにゃくドボン、お味噌を自分の好きな味の濃さになるように入れて、ぐつぐつ煮込むぜ。ぎゅうぎゅうなんですけどこの温泉。いや豚だからブシブシだろ。鳴き声じゃなくてね。あれからアク取りとかをして、ついに豚汁は次のステージに突入する。え、もう完成じゃないの？まあちょっと調味料足すだけなんだけどね。生姜やニンニクを少々入れ込んで、みりんみりーん。なんでだよ、酒、読んだ？読んでたら失礼すぎだろ。最後にもう半分のネギを入れたら、完成。食うぞ食うぞ。駐車場で食べる豚汁の味はどうだ？だからこれテーブルなんだってば。いただきまーす。うまーい。豚バラを使ってるから本来脂っこくなるものを、汁とたくさんの野菜がそれを感じさせない、見事な協力プレイだ。これはプラス200円の価値がある。ここは A だしプラス200円以上に大量に食べれますよ。は。これはもしや、全国のご家庭の味噌汁を豚汁に変えるビジネスをすればプラス200円まみれじゃないか？そうと決まれば早速商売だ。あ、行っちゃった。すみません、何でしょうか？ご家庭のお味噌汁をプラス200円で豚汁に変えるサービスを提供しに来ました。そりゃそうなるよね。